宮城大学、なお、都道府県名が公明となっている大学の中で、公立なのは、宮城大学と長野大学の2校のみである。宮城大学は、バブル景気機の箱物行政で知られた、本間俊太郎、宮城県知事、当時が構想を打ち出し、1997年、平成9年4月に開学した、宮城県発の4年生県立大学である。2005年、平成17年には、 宮城県農業短期大学を併合した。宮城大学は、見学の理念を、ホスピタリティ精神とアメニティ感覚にあふれ、高度な専門性と実践的能力を身につけた、地域の発展をリードし、世界に貢献できる人材を育成するとともに、学術、文化の向上と豊かで活力のある、地域社会の形成に寄与するとしており、地域に根差し、地域、 社会に貢献することを方針としている。バブル景気機の箱物行政で知られた、本間俊太郎、宮城県知事、当時が構想を打ち出し、1993年、平成5年4月には、大学設置準備室も宮城県庁内に設置されたが、同年度より摘発が始まる、ゼネコの汚職事件で知事が逮捕されたため、開学が1年に延期される影響を受けた。 県が設置にかけた費用は約213億円。1989年、平成元年4月1日に、政令指定都市に移行した仙台市の北辺にある泉パークタウン、政令市下の際に合併した泉市内に、南側に、凸の形で入り込む大和町小野地区の最南端を造成して、高知大和キャンパスが作られた。当地は、 仙台北部中核テクノポリス開発計画、1986年12月、テクノポリス法で承認の関連施設が並ぶ、宮城県道264号大平仙台線に面しており、仙台市都心部方面が2012年、平成24年3月24日に開通後は、宮城県庁まで道なりに、約10キロメートル、仙台駅まで、 1> 約1 2トルと渋滞がなければ30分程度でのアクセスが可能となった。1997年、平成9年4月、宮城県発の4年生県立大学として、看護学部、事業構想学部の2学部を持って開学した。同年度末には、隣接地に県立の宮城県図書館も移転し、新設校である登校の蔵書の少なさを保管する形になった。 2001年、平成13年より、宮城県農業短期大学、1952年、設置。植物試験場は1875年設置の4年生化が、公式に検討され始め、同短大を並行した上で跡地を、大白キャンパスとして登校が受け継ぎ、食作業学部を2005年、平成17年に設置した。なお、山と大白の両キャンパスは、 道なりに約2 0トル離れている一般道で約40分、高速道路経由で約30分。また、2001年平成13年より大学院の設置が始まり、2013年平成25年4月には修士課程、博士課程が設置された。2013年平成25年11月29日、東日本大震災。 2011年3月11日発生からの復興及び東北地方の医師不足等を理由に文部科学省が東北地方における医学部設置認可に関する基本方針にいて、にて東北地方において一校に限り医学部新設を認めると通達した。すると、一般財団法人厚生会仙台厚生病院を運営、学校法人東北薬科大学、 東北薬科大学病院を運営、一般財団法人脳神経疾患研究所、総合南東北病院等を運営の3つのグループが申請に向けた動きを始めた。応募締め切りの2014年、平成26年5月30日が迫る中、5月25日に厚生会のグループ、東北福祉大学に医学部を設置し、大学病院を仙台厚生病院、 栗原市立栗原中央病院、宮城県立循環器呼吸器病センター等とするが申請を断念し、5月27日に村井義弘、宮城県知事に協力を要請した。5月29日、厚生会のグループの構想の枠組みの一部を引き継ぐ形で知事が県立の医学部を新設する方針を記者会見で表明した。その計画とは、 歌唱宮城大学医学部、あるいは宮城県立医科大学、定員60名を設置し、栗原中央病院300床、及び県立循環器、呼吸器病、センター150床を再編統合、大崎、栗原医療圏における余剰病床150床を活用して、計600床の大学病院を栗原市に設置するもので、 これらは、東高の栗原キャンパス、建設費270億円とするとした、大和、栗原の両キャンパス間は道なりに6 0トル弱離れており、高速道路経由で約50分、一般道経由で約75分。8月28日、審査結果が発表され、東北薬科大学、現、東北医科薬科大学が選ばれた。結局、 当校に医学部は設置されなかった。大和キャンパスは仙台市のベッドタウンである泉パークタウンの実質的に一部となっており、本学周囲には宮城県図書館、仙台白百合学園、仙台保健福祉専門学校、産業技術センター、職業訓練センター、仙台ロイヤルパークホテル、泉スポーツパーク、泉パークタウン GC などや、本学北西側には、 山林が広がっており、自然環境には恵まれた文京地区に立地している。ロイヤルパークホテルの隣には、仙台泉プレミアムアウトレットと、泉パークタウンタピオが2008年10月16日に開業した。本部がある大和キャンパスの敷地は、大和町と仙台市泉区にまたがって存在している。両市町の教会は、本学本部棟、 大和町と南側に隣接する宮城県図書館、仙台市との間の小山のお姉線を通っているが、この小山全体が本学の敷地であるため、大和キャンパスの敷地は仙台市部分にも及んでいる。この影響からか、住所は大和町だが、当地における郵便事業の集配関連の管轄は、郵便事業泉支店となっている。正確には、大和町のうち、学園のみ、 郵便事業泉西支店が担当する。それ以外の地域は新仙台支店の吉岡集配センター内市は鶴草集配センターのいずれか。小山には宮城県図書館との間にミニハイキングコースが存在する。また、大学生門が面する東側には宮城県道264号大平仙台線が通る。奥まで歩いていかないと見えない本部棟は 初めて見る人からすると UFO をモチーフにした外見、中に入ったところにある芝良太郎の小説、坂の上の雲をイメージした大階段に圧倒される。また、東日本大震災で犠牲となった学生の追悼と復興を記念し、静岡県立大学と東海大学から寄贈された河津桜が植樹されている。宮城県立として本学とは別に存在した。 宮城県農業短期大学が並行し、後に本学のキャンパスの一つとなった、植産業学群が設置されている。キャンパスの標高は126メートル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。